じゃあさん、準決11レース、その新山さんとの対決がすごく注目でしたけれども、北井さんとして率直に今どうですか、振り返って。まあ、お互いこう先行にこだわり持ってやってるので、はい、先行争い、したかった。まあ、でも新山さん、車番良くて前受けだったので、まあ、なかなかこう難しいところではあったと思うんですけど、まあ、ジャンでこう自分で出ていこうっていう風な気持ちは見せれましたし、まあ、それによってこう新山さん足使って踏んでったので、まあ、しっかりまくり切れたし、そこは良かったのかなと思います。レース前の想定としてはやっぱりその新山さんはあの形で先行で来るだろうっていう読みで行ってる感じですか。まあ、そんなにこう決め打ちっていう形ではなかったですけど、まあ、こう流れの中で前中段とか後ろ中段を取って新山さんが一番下だったので、まあ、どこでもできますし、どういう形でもいける人なので、っていうのは想定してましたね。はい、ただやっぱりあの S 班としてもあの形で勝負してくるっていう新山恭平のちょっとね、そのかっこよさみたいなのを出てましたし、はい、そうですね、僕はもうジャンで3番手から、出かけていったので、はい、まあ、それでもこうあそこで踏んでいく、気持ちの強さっていうのがやっぱ赤パンだなっていうふうに思います。これからね、またすぐに決勝もあるし、これまた先というかね、新山さんも言ってたけど、あの笑いながらやっぱりもう戦いたくないと言ってますけど、はい、僕はもうまだ戦いたいです必ずね、いい内容というかね、熱い走りになると思うし、はい、決勝戦頑張って、はい、ありがとうございました。